こんにちは。お天気をお伝えします。今日6月21日は二十四節気の夏至です。一年の中で一番昼が長く夜が最も短くなる日になりますが、普段見ているあれも一年の中で最も短く日になるんです。それがこちらです。私たちの足元にある影なんですよね。画面左側が今日夏至の頃の写真、そして右側が去年の冬至の頃の写真になります。ほぼ同じ時間に撮っているのですが、こんだけ違うのかとかなり驚きますよね。外に出たらこの1年で一番短い影を見てみてください。そんな今日の天気のポイントはこちらです。昼の長さを実感できる1日になりそうです。ただ紫外線対策は万全に行いましょう。では今の札幌の様子です。少し薄い雲に覆われていますが、今日の日の入りは午後7時18分となっています。午後の天気です。空高いところに薄い雲が広がる程度で日没まで晴れそうです。空にはハロなどの虹色現象が見られるかもしれません。紫外線も強烈に降り注ぎますので、短い時間の外出でも日焼け止めクリームや日傘などで対策を心がけましょう。続いて予想気温です。強い日差しで気温が上がり暑くなりそうです。札幌、旭川、北見で27度、岩見沢、函館、江差しで26度まで上がって夏の暑さ。日差しもあって体感温度はさらに高くなります。こまめに水分補給をして熱中症に気をつけましょう。変わって今の函館の様子、日差しが出るのは今日までとなりそうです。週間天気です。明日は道央や道南から雲が広がってきます。一方、晴れ間が残る旭川と北見は28度と今日以上に暑くなります。金曜日から天気は下り坂で、函館など道南で雨が降りそうです。土曜日も雲に覆われて一旦暑さが落ち着きますが、日曜日から日差しは復活。来週は火曜日をピークに厳しい暑さです。